はいどうも皆さんこんにちは、ドクターカエルです。前回に続いて花粉のせいでまだ少し喋りづらさっていうのがあるんですけれども、動画を回しております。今回の動画は先月の2月の25日26日にハンドメイドの雑貨屋さんカピラさんで開催されていたガラス作家パラグラスさんの企画展きらめきで購入したものの紹介をしていきたいと思います。イベントの雰囲気の動画や感想動画は以前にアップしていますので、ぜひそちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。それでは早速購入したものの紹介なんですけど、今回は3つお迎えしてきまして、まず1つ目は、はい、こちらのガラスペンですね。私はパラグラスさんのガラスペンが大好きで、もう何本も持ってるんですけれども、この前ねちょっと箱を整理してたんですけど、紙袋に入れたせいで業者みたいなことになってました。でもやっぱり好きなものはどんどん欲しくなるので、またさらにねこちらもお迎えしたんですけれども、早速中身の方は、はい、こちらの取扱説明書となっておりますっていう冗談は置いときまして、こちらの喫茶ペンかっこコーヒーとなっております。喫茶ペン自体は以前に動画で紹介もしたんですけど、その時はこの喫茶ペンの発案者チョコシックさんにお貸しいただいて撮影したものだったので、いつかちゃんと自分のものとしてもお迎えしたいなと思ってたんですよね。それからこんなに早くその機会が来るとは思ってもなかったんですけど、なんとか今回無事にお迎えすることができました。挟まってる中のビー玉が挟まった。以前の喫茶ペンの動画で詳しいことは紹介してますので、今回の動画では細かいところまでは紹介しない予定なんですけれども、この全体のデザインとか持ち手のところにあるガラス玉の音、これもめちゃくちゃ素敵なガラスペンとなっております。詳しくはやらないって言いましたけど、せっかくなので少しだけ使ってみましょうか。ちなみに今回のきらめきでは喫茶ペン以外にもいろんなガラスペンが販売されていたんですけど、今回から転売対策としてこちらの箱に名前を書くことになりまして、書く場所はどこでもいいとのことだったので、私は動画で紹介することを踏まえてね、この見えるところには書かなかったんですけれども、せっかくなのでパラグラスさんのサインをいただいちゃいました。おまけでね、可愛いパラクマちゃんも書いていただけて嬉しかったですね。それでは続いて2つ目は、はい、こちらのアートボードの水怖いとなっております。
サイズとしては横が14センチ、縦が18センチ、そして奥行きが2センチとなってまして、裏側にはこんな感じで壁掛け用の金具もついているので飾りやすいものとなっております。でも壁に穴を開けたくないよっていう方もいると思うんですけど、パラグラスさんに教えていただいたこととして、こちらのダイソーで販売されているイーゼルスタンドっていうものがありまして、この後ろの部分をパカッと開いてこんな感じで置くことができるんですけれども、ここのね溝の幅のところが今回のアートボードとぴったりらしくて、飾ってみるとはいこんな感じですね。ちょっとサイズが大きくて上の部分が映ってないんですけれども、ちょっとカメラ動かします。よいしょ。はい、こんな感じでいい感じに飾ることもできます。この水コワイは水辺の生き物が水を怖がっているっていう面白いコンセプトがありまして、カエル以外にもペンギンとかカワウソもいてたんですけど、私は当然このカエルを選びました。水コワイということで、こちらのカエルちゃんがカッパを着てるんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。でこのカッパの色も黄色なのがいいですし、長靴みたいなのも履いてまして、こちらは紫色の色ガラスとなっていまして、カエルちゃん本体の方はクレヨンカラーの緑で不透明なガラスとなっております。そしてこのカエルちゃんの隣に雨宿りができそうなぐらいの大きめの葉っぱが2つあるんですけれども、実はこのガラスの色が微妙に違うんですけれども、わかりますでしょうか。背景に白の紙を入れてみると、入るかな、よいしょ、はい、ちょっと奥まで入ってないんですけれども、こんな感じですね。カエルちゃんの方が少し黄緑色っぽいガラスとなっております。そしてこのアートボードの背景の方なんですけれども、この背景も印刷した紙を貼っているんじゃなくて、絵の具か何かで実際に塗られているものとなってまして、アートボード全体が手作り感を楽しめる素敵なものとなっております。こんな感じの飾りやすい作品も欲しいなと思ってたので、個人的にはめちゃくちゃ気に入っています。そして最後3つ目は、はい、こちらのスノードームのキラクマさんとなっております。大きさとしては7センチぐらいの可愛いサイズ感となってまして、種類としてはカラフルでいろんなクマさんがいてました。私は青緑が好きなのでその子と迷ってたんですけど、せっかくならやっぱりパラクマちゃんがいいなと思ってこの子をお迎えしました。以前にあったパラグラさんの個展パラグラズーでお迎えしたこちらのパラクマちゃんのガラスペンがあるんですけれども、こちらを並べてみるとこんな感じで、配色が少し違うところっていうのもあったりするんですけれども、親子みたいで可愛いですよね。そしてスノードームということで、こんな感じで今はそこにラメが溜まってるんですけれども、振ってみたいと思います。もうちょっと強く振らないとダメかな。はい、こんな感じですね。中のラメが固まってて思いっきり振らないとダメだったんですけれども、こんな感じでめちゃくちゃ綺麗ですよね。ちなみに中のラメっていうのはクマさんの種類によって色も違うくて、今回のパラクマちゃんの場合はこういうシルバーのラメが入っているんですけれども、どこかわかるかな、見つからない、あ、あった。こんな感じで星型のラメも入ってるんですよね。あー、流れていっちゃうこんな感じで星型のラメも入っています。こちらのキラクマさんにはこういう木の土台もついてまして、こんな感じで、よいしょと、はい、置くことができるんですけれども、別にくっついているわけではないので、こういうライトみたいなものを用意してあげて、ちょっと画面光りますね、はい、光らしてこういうところの上に置いてあげると、あ、めちゃくちゃ光っちゃってる。よいしょ、こんな感じかな。こんな感じで下から光らせてあげても可愛いんじゃないかなと思います。普通にスマホのライトでやってみても、はい、こんな感じで結構綺麗に見えますね。ちなみにイベントの時にパラグラスさんが持ってきてたカラフルに光るライトの上に置くと、こんな感じでド派手なパラクマちゃんにすることもできます。はい、ということで今回はハンドメイドの雑貨屋さんカピラさんで開催していたパラグラスさんの企画展きらめきでの購入品の紹介でした。いかがでしたでしょうか。
今回は喫茶店とパラクマちゃんのスノードームがお目当てで行ったんですけど、どちらもお迎えすることができましたし、さらに予想外のカエルのアートボードまでお迎えできて嬉しかったですね。私はもともと文房具が好きだったのでガラスペンも興味を持ってたんですけれども、そこからガラスペン以外のガラス作品の良さを感じれる場を作ってくださったパラグラスさんには本当に感謝ですね。昔からこういうガラスとかのキラキラしたものは好きだったんですけれども、買うっていうことはなかったので、今後の楽しみがまた一つ増えました。これからもパラグラスさんによっていろんなガラス作品が生み出されるのを楽しみにしたいと思います。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。このチャンネルではいろんなインクやガラスペンなどの文房具を紹介していますので、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。